本でないね。エクスティングしちゃう。4カフェ行っちゃう？でもいい。いや、歩いていいんだったらロンカフェ行ってみる。どこだった？だって江ノ島の上の方だ。ロンカフェ？うん。江ノ島向こうなの？うん。ええー。でしょ？じゃあ、これ。気のせいでこれ。十分いける。海パンで歩いてる。みんなだって水着とかで歩いちゃってる。小田急に水着で電車乗るなって書いてくるよ、春子やろ。だけど、富士山ぐらいだった。もうなんかもう水着で自転車とか全然 OK そうなんですよ。ほんとに来たにいた。あ、店内で。はい。店内で。暑い。暑い。皆さん、お茶になりますか？あ、はい。あるかな？本当だ。アイス乗ってんのこれだけ。アイス乗ってんのこれだね。他にもない。エクスシング久しぶりだな。2回目だよね。レモネードスカッシュ。今ねレモネードが来てんだよ。実は。はい。はい。はい。アイス乗ってた方がいい。そうだね、うん、レモネードのレモネードレモネード、うん、どうも、うん、粉コーヒーなんだ。粉コーヒーハワイだからね、うん、アイスコーヒー、うん、もうドリンクそんなに高くないね。そんな高くない、うん、さっきの海の絵の方高かった。高かった。あれ、うん、あ、海の家だから、ね、海の家価格なんだ、うん、あ、涼しい。これお得だよね。僕は2杯分ぐらい。さっきの2杯分ある。さっきの2杯分あるよ。暑いね。暑い。私も良くなった、うん、いやもう泳いだ気分だよ。泳いでない全然泳いでない。いや、なんかすごい泳いだ。泳ぎ切った気分だよ。海から上がったような滴り具合だったよ、さっき。おでこが。はい。乾杯。乾杯。ちゃんとしてるコーヒーが。大味じゃない。レモネードもうまい。ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてる。聞くね。聞くね。聞く。はい。あ、すいません。はい。わ、でっか。すごいな。はい。はい。あ、いいですか。すいません。はい。楽しそう、うん、楽しそう。そうだ、写真サービスだったね。あったっけ。あったあった。全然忘れてる。いただきます。いただきます。すごいね、これすごいね。バニラとチョコだ、うん、ジャンジャカいっちゃおう。ジャンジャカ、ジャンジャカいっちゃって。どうやって食べろ。バナナ両方あるね。うん、まあ、じゃあこっちのバナナ食べて。はい。どうしたらいい。はい、
じゃない。なんか生クリームが軽いね。ふわふわ。甘くない。なんだろう、バナナが美味しい。バナナ。バナナがすごい。あ、バナナが美味い。なんかさ。ちょっと塩気が、うん、そうだね、お食事パンケーキ系の味だよね、うん、あ、これすげえの忘れてた、うん、全然いらないね、全然いなかった。生クリーム軽いもんね。軽い。え、そうじゃん、もう2枚食べた。え、2枚食べた。2枚食べてないよ。いいんだよ、これ、くまちゃん、うん、全部食べていいんだよ。4枚でしょ、だって半分ずつ食べる。パンケーキにアイスって最強だよ。
島で買ってきた生しらすと釜揚げしらすの味噌丼、これは今ハマっている今ハマっているカトとアボカドとトマトとミツバのサラダ、サラダ、はい、いただきます。あ、赤もく乗ってるね。赤もくも買ってきたので、赤もくも乗ってみよう。生しらすですね。うん、いい感じ。新鮮。うん、うん。おいしい。あ、ネギ。ネギも。出ます。